にたくさんの美味しいものが食べられて幸せ。これならいつ世界に終末が来てもいいかも。まったく、食べ物ごときで大げさな。大げさじゃないですよ。人気で戦うのってすっごくカロリーを使うから栄養補給は欠かせないんです。それに私のいた支部だと食べ物は配給品ばかりで、好きなものを好きなだけ食べるなんてめったにできないんですから。じちゃんちょん、こんなに大飯ぐらいなのに程よく引き締まった腹筋に理想的な首で羨ましいわね。ノアル様、お腹は弱いので触らないでください。お腹どころか下着もつけずにこんな服を着てる子が何を言っているのよ。こちょこちょこちょ、やっべー、服って肌に触れるとチキチキチクチクして嫌なんでも。なーにがチキチキチクチクよなーらここもか。アベドン？キューン！じゃあ、チンキだ！キューン！ちょっと！なんで私たちが捕食されるのよ！しかも服だけ！この子はアバドンって言って、人気に憑依した意識体が具現化した謎の生物で、女の子の服が大好きで、お腹が空いたり、女の子同士がイチャついていると、興奮して捕食しちゃうんです。キュッポイ、なんてものを憑依させているのよあなたは。もうこの間引っ掛けたところを直したばっかりなのにバラバラじゃない。ブヨーイ、だわ、靴下も食べられた。ちょっと、いつになったら収まるのよ。いけない、今日まだこの子にご飯あげてなかった。え、それってどうなるの。さっきの捕食だけじゃ物足りないので、下着の一枚も残さず食べられちゃうかも。くゆーい、ダメー、それはダメー。 ねえ、あなたこの人気の持ち主なんでしょ。なんとかしなさいよ。無理です。お腹を空かせたアバドンは私の手には負えない。くゆーい、